はい、こんにちは、ペソでございます。透明伝31回目やっていきたいと思います。はい、西部は市内ですけど北西の道ですね。何かしら罠があるということですよね。一体周流道には何があるというのかね。リーゲンさんとバチョウさん、リエンさん、チョウホーさん、バータイさんで、カンペちゃん連れていきましょう。はい、何番を食軍は北西の道を選んだようだ。これで我らの、勝利は我らのものだと。そうか、北西の道を選んだが孔明め独占で苦しめばいいとね。さあ何番を我らは酒でも飲んで食軍の全滅を待つとしようと。おお、孔明もこれで終わりだな。わっはっはーと。何が起こるかわからん、慎重に進むようになと。はい、で、とりあえず詰めていきましょう。で、はい、この泉は独占です。泉の近くを通った部隊に毒による被害が出ています。上昇、このまま進むのは危険です。どうか対策をということですね。ムームーム出ましたね。ムームームーが北東の道を塞いでいたのはこのためだったのか。両外何か打開策はないかと。南西の丸にバーンアンという忍者が住んでいるそうです。そのものがこの独占について何か知ってるかもしれませんとね。南西の丸か、よしそこへ向かおうということでここに向かいます。失礼ですが、こちらにバーンアン殿はおられますか。村人は私をそう呼びますかと。おや、あなたはもしや食官の上昇様では。はい、諸葛亮と申します。実は4つの泉から発せられる毒気に困っておりますとね。あの泉について何かご存知ではありませんかと。ちょうど今自分大量の毒気があの泉から発せられますと。毒気を受けずに泉の東側に行くには南側の森林を通るしかありませんと。そうですか、しかしもう少し待っていれば毒気は弱まるはずですと。そうですか、ご教授ありがとうございます。ところであなたは。実は私は猛角の兄で猛雪と申しますと。え、猛角の兄、弟たちが迷惑をかけていることを深くお詫びいたしますと。私も注意しているのですが、ユッセビトの言葉など無視されるばかりでしてなと。そうですか、あなたが猛角の、この先もお気をつけください。毒の跡が多いですからということですね。ということで、南の森を抜けるハントで、おそらくね10ターンぐらいにならないと
進めないんで、時計が消えたようです。時刻によって違いがあるのかもしれませんなと。はい、進みましょう。からね、なるべくちょっと寄せてから超音さんを出すようにしましょう。なんということだ。まさに鬼人のごとき知略。ここでは大軍相手に戦えん、どうするナンバーを、仕方ない、北斗の村まで退却だということですね。
はい、これで陽峰さんとね一騎打ちができるんで。俺は張飛の子、張峰だ。さあ、俺と一騎打ちしろ。アムロっぽい声ですね。古谷さんみたいですね。バカめ、この俺様にかなうとでも言うのか。おりゃー、おりゃー、俺の勝ちだ。南蛮の人にしたら潔い男だったからですね。さあこれで出方見て決めましょうか。はい、まあ、3体は逃げ出すように。あ、来た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 。さあ、あ、チョイさんじゃない、チョウホさんね。あれ、あー待機しちゃったのか。またやっちゃった。あー寛平ちゃんね。あー、はい、
バーメンがね、全然盛り抜けてきよるよね。いやー、
門閣さんをとりあえず混乱させましょう。混乱偽情報、はい、また捕まったな。もうかっこ本当にしぶとい男だったね。よしよしよし。あー、バチャス上がってくれた。お前らもしつこいやつらだな。こんなに負けてまだやるつもりかと。まだ帰りまいか。もう戦う力はあるまいと。そんなことはない。まだ俺には銀行道の血があるとね。銀行道で負けたら降伏してやろう。それでどうだと。分かった。では好きな場所でもう一戦してやろう。早速準備するがいいと。今度は勝ってみせると。今度負けたら私も許しはせぬぞ。覚えておくようになと。なぜ孔明には勝てんのだと。これだけ勝って一度も勝てんとあってね。毛沢さんもここは一つ目録王でしたね。これねの力を借りてはいかがでしょうか。目録王は象や虎
毒蛇を用いた軍隊を持っています。あの軍隊なら勝てるのでは。お、目録王か。さすがに孔明といえども獣とは戦ったことはないだろうと。しかし目録王とはわしはあまり仲が良くない。協力してくれるだろうか。大丈夫でしょう。諸軍の脅威を解けば目録王も協力してくれるでしょうと。よし、平来、早速目録王のところへ行ってくれと。目録王が来るまでなんとかここを、ま、守らねばならぬと。ダシオでしたね間違ってた、ごめんなさい。お前は三皇城を守ってくれぬか。俺たちはここを守る。分かった。もう俺には帰る道がないからなと。すまぬダシオ、わしはそのとおりとて薬病神だな。気にすんな。じゃあ俺は三皇城へ行くとしようとね。はい、というわけでここで、また次はあの三皇城の戦いの方に、ね、なるらしいのでね、ここで終わっておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。